はいどうも、ミツさんブートキャンプのミッチです。いやちょっと息がね、白くなってきて、だいぶ焚き火のいい季節になってきましたよ。また今日も焚き火でございます。はい、そしてね、今日はじゃーん、焼き芋ちゃん。ちょっとね、焚き火で作るの初めてなんで、ちょっと焚き火でね、焼き芋ちゃん作ってみたいと思います。ちょっとね、どのぐらい、炭になって、ちょっとオリビになったところがいいかなっていう感じはするんで、はい、あらかじめですね、新聞紙濡れたしね、濡らして、新聞紙を濡らして、で、その上からアルミホイルを巻いて、さつまいもちゃんを、はい、準備しましたんで、ちょっとね、焚き火で焼き芋ちゃん、投下してやれ。よいしょ。どうだ。ちょっと炭になってるところがいいとは思うんですけどね。はい、まあこんな感じでいいんじゃないでしょうか。ちょっと埋めちゃえ。なんか20分ぐらいでできるんではないかというようなことでございますが、ちょっと薪を投下して、よいしょ。じゃあちょっと20分ぐらいですね。どんぐらいかな。よし。なんかシューシュー言ってる。火が強かったかな。なんかこう音が聞こえてますよ。水分が蒸発していくような音が聞こえてきて、なんかいいな、大丈夫かな、ちょっと心配だけど、初めてなんでね、はい、楽しみです。いやいい季節でございますね。楽しい季節でございますよ。食欲の秋でございますね。焼き芋でございますよ、今回は。よいしょ。ちょっと上から炭を置いちゃおうかな。石効果。ちゃんと埋まった方がいいんだよね。ちょっと心配だな。もうちょっとこう真ん中に埋めようかな。一番真ん中に埋めよう。さあ、これで大丈夫かな。どうだろう。よし。お。さ
つまいもといえばそうなんですね、鹿児島出身なんで、はい、さつまいもはもうかなり縁深いものがありまして、地元鹿児島なんですって言って、鹿児島のことを紹介するときに、まあ友情だみたいなのがあるんですけど、まあ鹿児島はお湯水焼酎って3つ蛇口があるんだよみたいな感じで、そんな冗談を言うぐらい焼酎大国でございます鹿児島は。はい、なんでですね、はい、子供の頃は、子供の頃っていうか、まあそうですね、うちの親父がすごい焼酎を大好きで飲む人間なんですけど、もう本当に朝起きてすぐ芋焼酎のお湯割りを飲むような親父なんですけど、そんぐらいもう鹿児島の人は芋焼酎しか飲まないっていうイメージなんですね。すごいこう、なんで、まあ小中高は鹿児島でずっと過ごしてたんですけど、まあ大学の時に福岡に行くことがありまして、初めてまあ県外に出るわけですよ。はい、でそこで初めて焼酎がいろんな種類があることを知りました。鹿児島にいる時は焼酎って芋以外があることを知らなかったんですよ。はい、もうそれぐらいなんか芋焼酎しかないというか、もう焼酎イコール芋焼酎っていうのがもう鹿児島の認識というか、まあそんな認識でしたね僕自身が。はい、なんだろうな、なんで大学の時福岡に出て初めて麦焼酎とか米焼酎があることを知りました。それまで焼酎イコール芋焼酎だとずっと思ってたんですよ。それぐらい芋焼酎の世界です鹿児島は。はい、本当日本酒も本当に飲まない、なんかあんま飲む人いないんですよね本当に。もう焼酎しか飲まないんで、なんで鹿児島でお店でお酒くれって言ったらとっくりに焼酎が入ってきます本当、缶つけてくれって言ったらとっくりの中にお湯割りで焼酎が入って、それお缶つけて出てくるんです。そんな国ですそんな国で育ちました。いやーすごい世界ですよね。はい、もうすごい、だからもうその麦焼酎、米焼酎、ねえ、まあいろんな焼酎あります。人参とか、それを見つけた時、こんな焼酎あったんだみたいな、世界が広がりました。芋焼酎しか知らなかったんですよ。飲み会とかだともう本当に芋焼酎ですね、うん、当たり前になんか芋焼酎が出てくる、そんな時代を過ごしました焼酎は美味しいと思いますよ。すごい寒い時はね、お湯割りがすごい美味しいです。なんでね、芋
臭い、なんだろう、芋の香りが強いのが好きです焼酎は、うん、結構なんか最近こう飲みやすい芋焼酎とかあるんですけど、なんかその芋、飲みやすい芋焼酎だとなんかこう芋焼酎っていう感じじゃないんですよね。なんかこうなんで結構こう、もう芋臭いのが好きっすね、すごい焼酎に関してはやっぱり鹿児島人ですね。なんだろう、そんな気がします。まあ銘柄によってやっぱりこう飲みやすいのとか飲みにくいのとかあるんですけど、うちのもう親父とかが飲んでたのはもうずっともう白波ですね。はい、黒霧島とかなんか伊佐錦みたいなそんなとかあるとか思うんですけど、うちはずっと白波でした。白波ってすっごい匂い強いんですよね、臭いんですよ。もうそれがもう好きでずっとこう飲んでましたね。最近はでもあれですよね、ソーダではあったりして焼酎ハイボールみたいな感じで飲みますけど、うん、好きですよ焼酎ハイボールとかも。飲みやすくていいなって思います。でも寒い時はやっぱお湯割りで飲みたくなるな、はい、親父みたいになってるなって思いますけどね。今日も鹿が鳴いております。いやしかしコロナね、なんでしょう、緊急事態宣言が明けてからもうだいぶ通常モードに戻りつつありませんか。なんか仕事がもう通常モードに、もうやっぱコロナの時期からもう今通常モードに戻りつつあるんで、ちょっと仕事がね、内容がやっぱり大変になってきてますね。すごい。なんでこううまくスケジュールが組めなくて、なかなか動画が上げられない日々が続いておりました。すみません。徐々に焚き火も動画上げていきたいと思います。そうですね、癒される。仕事がね大変になってくるとやっぱりこう焚き火しに行きたいってなりますよね。なんでしょうね、まあ、何もしないでも楽しいんですけど、やっぱちょっとこうどっと疲れてこう焚き火をしに来る方がなんか焚き火の効果を最大限にこう得られるような気分がしていいですよね。まあなんだ、疲れてない時でも楽しいんですけどね。疲れてる方がなんかより焚き火ニュームを楽しめるような気がします。
炭がね、こう折り火になったところにやるのがいいって言ってましたけど、よいしょ、いいかな、大丈夫かな。子供の頃ね、芋掘りとかは行ったんですけど、焼き芋って、なんだろう、家で作るときはふかしてるからかな、蒸してるんですかね。なんか家はそんな感じだったような気がするんですけど、焚き火で焼き芋って初めてですね。やったことなかったんで、すごい楽しい。かな。今ね、15分ぐらいかな。20分ぐらいでいいのかな。なんか大きさ、まあこんぐらいな大きさなんで、どうなんだろう。一般的な大きさの大きすぎてはいないとは思うんですけどね。どうしたら大丈夫なのかな。ちょっと動かした方がいいのかな。あんまり触らない方がいいのかな。とりあえずあんまり触らないで置いてます。さっきやっぱシューシュー言ってたから、濡らした新聞紙でやって、こう、なんでしょう、こう蒸発、水分蒸発させて、ちょっと蒸していくっていうような状況になるんでしょうね、きっと。アルミホイルの中が。焼き芋っていいっすね。焚き火を楽しみながらこう、なんか火の面倒を見ながら勝手にできちゃうみたいな一石二鳥みたいな感じじゃないですか、ね、いいな。ジャガイモとかもこうやってみたいな。いろんなのやってみたいですね。
急にね、やっぱり人が多くなってきましたよね。皆さんやっぱ活動が活発になってきたかな。うん。なんでね、やっぱり急に仕事量が増えて負担かかりますよね。皆様日々お疲れ様でございます。焚き火で癒されましょうよ。そろそろですね、20分経った頃かな。開けてみましょうか。出来上がってるかな。暑そうだぞ。っていうか絶対暑いぞこれ。暑いだろうなこれ。おおほう。大丈夫かな。まだだったらもう一回入れよう。よっ、わっ、わーすごい。新聞がこう炭化して炭みたいになってる。うーん、さあどうですかね。新聞の水分は完全になくなっているようです。あ、さあどうかな。わっ、おっ、わっ、ちょっとこれもうできてるんじゃございません。できてるんじゃございませんか。うわっ、わっ、わわわわ、あ、できてるできてる。ちょっとね、蜜があるような、あ、うわー、すごい、出来上がってます。できてますよ。見えますか。できてますよ。はい、どうですか。ちょっといただきます。甘い、すごい。うん、もう結構かな。真ん中の方はまだなんかちょっと白いところが残ってるような気がする。でも外側がね、もうホクホクです。美味しい。うん、今日もうちょっとなった方がいいな。うん、うん、うまい。あともうちょっとだな。よし、もう一回戻そう。うん、うん、うん、外側はいい感じになってます。中まで、完全に中まではもうちょっとかな。大きかったからかな。あともう少し。よし、もう一回行ってこい。もう一回行ってこい。すごいな、すごい。焼き芋楽しいですね。ふぅ、
やばい、見分けちゃうじゃん。30分、まあ40分、40分ぐらいでもなんか良さそうな感じです。よし、じゃあちょっと、はい、そろそろ、よいしょ、わあすごい、アルミホイルが焼けてきちゃった。強すぎたかな。うん、いい匂い、もういい匂いがしてる。もうすでに焼き芋のいい匂いがしてる。ああ、こういう感じだ。なんだろう、少しアルミホイルが焼けるぐらいになるぐらいがちょうどいいのかもしれない。いい匂いがしてる。うわー、完全にこう、なんでしょう、新聞紙が酸化しました。炭に変わってます。すごい、こういうの、あー、うまそう。うん、甘くておいしい。うん、ちょっとアルミホイルに火が通るぐらいの方が美味しいかもしれない。うん、うわ、皮までいけちゃいますね。これはホクホク、あふ、うまいね。焼き芋最高でした。ありがとうございます。ミッチザブートキャンプでした。うまい、そうですね、いただきます。